地底王国から発信された終末メッセージがあった？ようこそ、ナビゲーターのルカです。世界はどのように構成されているのか、そんな疑問に答える理論が二元論です。二元論では、世界や事物は排反する二つの原理や基本的要素から構成されると考えます。簡単に言うと、世界や事物は二つに区分されるというのが二元論での根本原理なのです。原理としては、善と悪、要素としては精神と物体などが例としてよく挙げられています。二元論は様々な地域で哲学や宗教的概念に登場してきました。科学的に証明されているのかと言われれば難しいところですが、量子もつれが発見されたことで量子力学によって二元論を証明することはできるかもしれません。21世紀の今日、人類自体が二極化すると言われるようになっています。これは自然界の摂理なのでしょうか？いえ、複数の見方ができるでしょう。一つは物質世界から精神世界へ移行するということ、もう一つは広がりゆく経済格差です。一億総中流と言われていた日本はグローバル化や景気低迷の影響でそれが崩壊しつつあります。中流階級は減少し、上流階級と下流階級とで極端に分かれるだろうと言われます。これを終末の序章だという人々もいますが、そもそも終末の意味が分からなければはっきりとしたことは言えません。そんな終末に関して、あるところから終末メッセージが送られました。そこにはどのような内容が書かれていたのでしょうか？今回は世界を震撼させた終末メッセージの真実についてご紹介します。地底からのメッセージ。宇宙の原理原則、それは破壊、維持、再生です。現在はどこに当てはまるのかというと、ちょうど新しい世界が誕生する前の破壊の時代にあたるそうです。破壊の苦難を乗り越えた先には理想郷や理想世界が待っていると言われています。理想はどこにあるのでしょうか？古代からの言い伝えによれば、それらは地底世界や地底王国に存在するそうです。地底世界についてはラケルタファイルで爬虫類型生命体であるレプティリアンが詳しく語っています。その他にはエドワード・スノーデンが地底世界について暴露しています。スノーデン氏の暴露については後ほどご紹介します。2013年6月、カナダのブリティッシュコロンビア州のテラスに住む女性は、街に響き渡る大きな音で目を覚ましました。彼女は、空からとも地下からともわからない、ヘイゼルトン、テラスの北東にある街の方から聞こえたと証言しています。女性が聞いたこの大きな音は、アポカリプティックサウンドと呼ばれています。皆さんはアポカリプティックサウンドをご存知でしょうか？アポカリプティックサウンドとは、重い金属の扉を開けているような、金属と金属が擦れるような、そんな音です。アポカリプティックサウンドは古代から予言されているのです。アポカリプティックサウンドを日本語に訳すと終末音になります。なぜ終末音なのでしょうか？新約聖書の最後にヨハネの黙示録という題の聖典が配置されています。ヨハネの黙示録は単に黙示録とも、イエス・キリストの黙示とも呼ばれています。現代語訳聖書ではヨハネが受けたキリストの啓示となっているようです。さて、そんなヨハネの黙示録には、世界の終わりを迎えるその時、7人の天使がラッパを吹くという終末神話が語られています。このラッパは1回鳴るごとに天変地異を起こします。第一のラッパ吹きは火や氷を地上に降らせて地上の3分の1を焼き払います。第2のラッパ吹きは海の3分の1を枯らせます。第3のラッパ吹きはニガヨモギの星を川に落として地上の川の3分の1を毒と化します。第4のラッパ吹きは昼の時間を3分の1に減らします。第5のラッパ吹きは奈落の王アバドンを呼び出します。第6のラッパ吹きはユーフラテス川のほとりにつながれている4人の御使いを解放して
地上に暮らす人間の3分の1の命を奪います。そして第7のラッパ吹きは、神を信じない地上の人間を滅ぼすため、雷や大地震を起こし、大粒の雹を地上に降らせます。こうして7回目のラッパが鳴った時、天使は神の支配を告げ、世界は最後の審判の時を迎えると言います。ヨハネの黙示録における7人のラッパ吹きの描写は、1979年にフランシス・コッポラ監督が制作した戦争映画地獄の黙示録を連想させます。ハルマゲドン、世界の終末、審判の日という言葉も連想するでしょう。そんなアポカリプティックサウンドは2010年頃から世界中で観測されています。実際の音を記録した動画が YouTube にアップロードされているため、ぜひ聞いてみてください。このアポカリプティックサウンドはかなり巨大で、音源を特定することが難しいような音です。2012年にアゼルバイジャンの地球物理学者エルヒン・カリロフ博士が動画で録音された音を分析しました。すると音の大部分が人間の耳では聞くことができない過聴化音域であることが分かりました。ということは、私たちに聞こえている音は全体のごくわずかな音だけなのですね。では実際にはどんな音が鳴っているのでしょうか。この謎の音はどこから、なぜ聞こえるのでしょうか。世界の終わりを告げる音だとか、地底王国が私たちに心の準備をさせるためのメッセージだとか、いろいろな主張がされています。科学者たちも謎を解明しようと、さらに詳しい調査を行いました。カナダにあるサスカチュワン大学の物理学教授が実施した科学的調査の結果では、オーロラや放射線帯から放出される電磁ノイズである可能性が高いということです。別の研究では 0.1 から 15Hz の超低周波によって変化した20から 100Hz の超低周波音響放出であることが分かりました。このことから、怪しい音の原因は太陽プラズマと地球の磁場の相互作用によって大気圏と電離層の境界部分で生成された音響重力波と呼ばれるものなのではないかという見解が出ました。簡単に言うと、アポカリプティックサウンドは太陽活動が原因だということです。しかし、アメリカのアラバマ州ハンツビルにある NASA マーシャル飛行センターに所属する太陽物理学者デビッド・ハサウェイ博士はこれに異論を唱えています。現在は黒点周期として規模が小さいそうで、過去に大規模な黒点周期であった時期でも怪しい音が観測された報告はなかったケースもあるため、太陽と怪しい音に直接の因果関係はないと主張するのです。このように多くの推測はされていますが、明確には解明されていません。一方で別の説もあります。怪しい音は地球外ではなく、地球内部で起きている地磁気が異変したことによるエネルギーの放出音ではないかというものです。この説に確定的な証拠はありません。しかし、噂の地底世界または高次元な存在が確かにいて、私たち人間が精神的に高められた結果、地底世界にアクセスできるようになる時期を待っていると言われています。また大気中ではエコーがかからないため、地底から聞こえる音だとも言われています。未だ謎のベールに包まれている地底世界、地底世界に生きる高次元の存在がアポカリプティックサウンドを通して私たちにメッセージを発信しているのかもしれません。ではそのメッセージにはどのような意味があるのでしょうか。そして地底世界はどこにあるのでしょうか。地底世界への入り口は世界各地に存在すると言われています。その一つが中央ネパールのムスタン洞窟。ムスタン王国は2008年までネパール唯一の自治王国でしたので、外国人は長い間入国できませんでした。2008年、ネパール政府の方針転換により藩王制が廃止されたことから国王が退位し、現在はネパール連邦民主共和国ダウラギリ県ムスタン郡と区分されています。そんな大きな出来事からまだ10年も経っていませんが、近年でも年間およそ1000人しか入域は許されていません。禁断の地域だったのですね。ムスタン洞窟は一種の宗教的施設で、
何千人もの修行者が共同体を作って瞑想修行をしていました。そんなムスタン洞窟は伝説の地底王国シャンバラに通じているそうです。もしかしたらムスタン洞窟の修行者たちは地底王国と地上の守護者であり、地底世界への入り口を知っていたのかもしれません。現代でもかつてのムスタン王国のように人が容易に近づけない場所が世界各地に存在しています。人が近づけないのはそこに地底世界への入り口があってアクセスできないからなのかもしれません。その代わりに地底王国の住人はメッセージとしてアポカリプティックサウンドを発信しているとも想像できます。どこかにある地底世界、地球の表面は地殻で覆われ、中心にはマントルがあるというのは教科書で教えられている通りです。しかし中心のマントルは実際に見ることができないため、多くの研究や調査ではマントルの存在を推測としています。そのため地球の中心については数多くの遺説が生まれてきました。その一つが地球空洞説です。地球空洞説では地球は実は中身の詰まった球体ではなく、ゴムボールのように中空であったり別世界へつながっていたりするのだといいます。また地球内部には古の知恵と無限の力を持つ地下の長老たちが住んでいると言われています。一見ありえないような説ですが、地球空洞説はいろいろなところで取り上げられています。18世紀の数学者レオンハルト・オイラーは地球内部の中心には太陽も生物もあると考えました。ハレー彗星を発見したエドモンド・ハレーも1962年に極の磁気変動を説明するために地球空洞説を支持しています。この概念はアガルタ世界や小説地底旅行にも登場します。またインドのビシュヌプラーナに描かれる伝説を継承して、チベットには古代より地底王国シャンバラが伝えられています。それはゴータマ・シッダールタ、つまり釈迦が説いたとされています。釈迦はシャンバラは雪と氷に閉ざされた北にあると言い、多くの権力者が探索隊を派遣しましたが発見できませんでした。シャンバラなんて架空の話なのでしょうか。しかしチベット密教の最高権威ダライラマ14世は、シャンバラは幻想や象徴ではなくこの世に実在する世界だと断言します。ただ地図を広げてシャンバラを探しても見つけることはできない。それはカルマと徳の熟したもの以外には見ることも訪れることもできない正常な土地なのである。実在の正常な土地であったとしても、普通の人が飛行機の切符を買ってたどり着くことはできない。もし将来宇宙旅行の技術が発達して超高速飛行が可能になれば、あるいはそこにたどり着くこともできるかもしれない。だがその場合、その切符は高価なものになるだろう。実際にはその切符とは徳を積む行為のことだと付け加えています。シャンバラに行くためには徳を積んで精神的に高められなければならないということです。スノーデン氏の暴露。元 CIA 局員であったエドワード・スノーデン氏はシャンバラの存在を決定づけるかのような暴露をしています。それによると、いくつかの機密文書には人間よりはるかに高度な知的生命体の存在について書いてあり、海底の熱水噴出口に出入りする乗り物があるといいます。弾道ミサイル追跡システムと深海ソナーは謎の乗り物を操っている存在を探知しているが、軍事情報のため国家機密になっているそうです。しかし機密に触れられる国防高等研究計画局の請負業者のほとんどは、地球のマントルに我々よりはるかに知的な生命体が存在すると確信しており、近くの下層に位置するマントルに知的生命体がいることを知っているそうです。もちろんその知的生命体が地底人です。スノーデン氏は、アメリカ国防高等研究計画局の関係者も地球のマントルに現世人類よりもさらに知的な人類種が存在していることを確信していると言いました。続けて、このことについてはマントルが過去数十億年の期間
多かれ少なかれ安定し続けていた地球で唯一の場所であるということを考えると、そこに生命体が存在する大きな理由となり、長く安定している場所に住むということは必然である。それらの種は特殊環境生物として私たちとは異なる気温の下で生きているのかもしれないが、加速度的に知性を反映し発展することができたようだ。大統領は彼らの活動について毎日ブリーフィングを受けている。彼らのはるかに進んだテクノロジーはどんな戦争であっても私たち人間にはほとんど生き残る可能性はないとアナリストは信じている。彼らの視点から私たち人間への一般的な感情はアリと同様で、彼らが私たちに共感したり、あるいは私たちとコミュニケーションをしようとする可能性はない。現在の非常事態計画はさらなる攻撃を阻むという望みの中で、希望のない敵を欺くためには深い洞窟で核兵器を爆発させるしかない。地底世界や地底人は現代科学では完全否定されているが、古代文献や神話や伝承では我々の祖先は地底からやってきたという説が数多くある。近代の天文学者の中にも地球空洞説を唱え、その地底世界への入り口は北極と南極の中心にあると主張する者もいるが、航空業界や NASA へは従来より慣行令が敷かれ、他言する者は業界から追放され社会的立場を失うことになると説明しています。また、私にわかる限り、エイリアンが地球に接触した事実はない。少なくとも、米情報機関に接触したことはない。とも語っています。日常生活を暮らしているだけでは信じられないような話ではありますが、CIA で働いていたスノーデン氏の言葉を皆さんはどう受け止められるでしょうか。やはり地底世界の存在は疑いようのないことなのかもしれません。いかがでしたか？今回は地底世界とそこから発信されるメッセージについてご紹介しました。この地球にはいろいろな世界があるということ、そこに高い知能を持った生命体がいるということは、政府に隠されながらも私たちに影響を与える事実なのかもしれません。